スマイナス1、マイナス1、スマイナス3の模型スマイナス1は第二次世界大戦初期にソビエト連邦で開発された試作高高度戦闘機である I-330 とも呼ばれた。本項目では改良型のスマイナス3についても述べる。1939年スホーイ設計局に高高度戦闘機の開発の指示が出された。 これに従って設計されたのが、スマイナス1で、木製半物コック構造の胴体とジュラルミン製の主翼を組み合わせた、当時としては、標準的な形状の単容機だった。高高度でのエンジンの出力低下を防ぐため TK-2 と呼ばれるターボチャージャーを2機装備したのが特徴だが、余圧コックピットは備えていなかった。試作機は1940年5月に完成し、6月15日に、 AP チェルニャフスキーの操縦によって初飛行を果たした。1941年4月まで限定的に行われた飛行試験では高度1万メートルで時速641キロメートルを達成したがターボチャージャーは機械的信頼性に乏しくこれを使用しない場合のスマイナス1の性能は最初からターボチャージャーを装備しないものとして設計された約マイナス1にかなうものではなかった。 スマイナス1の試作2号機は、主翼が翼面積の小さいものに変更され、名称もスマイナス3と改められた。スマイナス3は1941年に完成したが、TK マイナス2ターボチャージャーの信頼性の問題で、プロジェクトが放棄されたため、飛行することはできなかった。出展、初原性能武装。ありがとうございます。